何？図書館行くの？あら珍しい。お父さん、翔子、図書館行くんですって。相変わらずどうやって意思疎通してるのかわかんないわ。ん？ダンディーなおじさま。あ、すごい美少女。ご注文お決まりですか？ごゆっくりどうぞ。どうだ、学校は？またどうぞ。ポーちゃん、どうしたの？お腹すいた？お行儀よくしましょうね、こーちゃん。ポーちゃん？ポーちゃん？何だったのかしら？いいもの見れた。本は返し忘れた。いいもの見れた。そして本は返し忘れた。みんな準備できた？いや、今日も暑いね。最高気温35度だって。あ、塩飴飲める？塩飴。熱中症対策はしておかなきゃね。留意すべきは、ご先祖様にちゃんとご挨拶できた？お久しぶりです、お母さん。入りなさい。お母さんったら相変わらずですね。ルーコちゃん、元気だった？元気元気。仲良し。あんな、また一段と面濃くなって。アキラもその辺にいるから遊んであげてね。ショコちゃん、ボードゲームしない？去年までは無言でこっち見るだけだったから。200万円もらう。ご飯の前におばあちゃんにご挨拶してらっしゃい。ショコはもう高校生だね。不安なことや辛いことはあるかい？友達はできたのかい？そうかい。ところで、好きな男はできたのかい？なんだいこのただの人々っての。お兄ちゃん待つかぜ。よし、じゃあみんなで流れるプールもう一回行こうよ。ポミさんは荷物のところで休んでて。そうしないと自分のせいでみんなの空気を悪くしたってポミさんが気にしちゃうだろ。次どこ行く？まだ痛みますか？
ああ、いや、ちょっと疲れちゃったんで休憩に。大丈夫ですよ。いや、僕も意味わかんないんですけど、嫌われる心配なんてしなくて大丈夫ですよ。コミさん、コミさんが辛そうな顔してたらみんなも楽しくないですよ。コミさんの手。これならコミさんも遊べると思って買ってきたよ。まさかあそこで監視員さんヘッドスライディングするとはね。今日は楽しかったね、只野くん。楽しかった。比較的コミさんに近い性質を持つ人をアップしてきたよ。次の友人候補はこの中から選ぼう。同じクラス、あがりひみこちゃん。あがりちゃんはとってもいい子なんだけど、対人関係のストレスに弱くてね、油汗、腹痛などの症状が出ちゃう子なんだ。身長156センチ、コミさん。あれ、コミさんは、あれ、あがりちゃんもいない。コミさんといえば美人だし、頭もいいし、人気者だし、私といえば目悪いし、顔も別に可愛くないし、なんで私なんか見てるんだろう。怖い。私だけのパーソナルスペース。お願いします。何でもしますから。